東急高知1号車、東急高知自由が丘線開業時に、駒沢営業所へ納車されたもの。電車とバスの博物館展示車両、東急バス駒沢営業所は、かつて、東京都世田谷区駒沢4丁目12-27に、所在した東京急行電鉄自動車部の営業所である。営業所の略語は、K を使用していた。最寄り停留所は、駒沢営業所。 1964年10月1日開設。1984年3月廃止。1964年東京オリンピック輸送のため開設された。主に世田谷区及び環状7号線方面の路線を所管し、東急高知自由が丘線の運行などを担当していた。元は東急病院の前身である東急駒沢診療所があり、 診療所が、東急病院として、大岡山に移転した後は、その建物を改築して、東映フライヤーズの選手寮、無資寮となっていた土地の跡地に開設された。東京急行は1959年までに、世田谷区内に、淡島、鶴巻、世田の3つの営業所を立ち上げていた。しかし当時は、玉川通りを貫いていた東急玉川線の、輸送力は、 現在の田園都市線と比べて圧倒的に小さかった。折から東京オリンピックの招致が決まり、各種競技施設の建設が始まるが、駒沢オリンピック公園は玉川線の線路から距離があり、監修や選手、役員といった来場者のアクセス手段をバスに全面依存することになった。 このため既存の3営業所では輸送力が不足とされ、世田谷区内に4つ目の営業所が開設されることになった。こうして、オリンピック開会式まで、あと9日と迫っていた1964年10月1日、駒沢営業所が開設された。駒沢営業所は、東京都交通局との共感による、長距離路線の割合が高かった。開設時に移管された。 小沢線、轟線はどちらも都営との共感で、環七線も3年後に都営の路線とつなぐ形で共感となり、東急単独の路線は環七線の変形となる大カバの線だけという状態になった。なお、轟線の遺憾により世帯営業所は高速渋谷線の開設まで一時的に都営共感路線がなくなっていた。 1967年12月、轟線の変形として高速渋谷線が開業。都営バス主導の企画だったが、東急からも駒沢、鶴巻、瀬田の3つの営業所が参加した。しかし、都営共感路線は昭和40年代後半になると、王子の輝きを失っていく。1971年、駒沢線が、 恵比寿駅を境に分割されると、新玉川線開業後の1979年、高速渋谷線が廃止になる。東京急行はこの頃、高付加価値、高料金の概念を導入し、一般路線との間で明確な差別化を図った、新しいバスの形を模索していた。1975年、それを具現した、新路線、東急高地の運行が始まることになり、 1> 第一号として、東急自由が丘駅から駒沢へ向かう路線が新設された。1980年代に入ると、東京都交通局の再建計画もあり、都営協会はさらに縮小することになった。1984年2月16日の大規模な路線再編成で、長年駒沢の担当だった、轟線と神奈線が分割されることになり、東急。 都営それぞれの単独路線に切り替えられた。両路線はこの時に、多摩電大隊の廃止で営業所の規模に余裕が、生まれていた大橋営業所へ移管されることになった。これにより、駒沢には、高知自由が丘線と祖師ヶ谷線が残ったが、鶴巻営業所も、小田急バスと共管の調布線、狛江線から撤退していて余裕があった。 このため、両路線も鶴巻に移管されることになった。1ヶ月後の3月15日をもって、駒沢営業所は、営業を終了。翌3月16日に閉鎖された。駒沢営業所は、戦後に新設された東急バスの営業所として最も、短い、19年半の歴史に終止符を打った。不動前営業所由来の大橋線をリニューアルし、発足した。 当初は不動前の後ろ身である大橋営業所所管であったが、1981年6月23日の中延営業所閉鎖に伴う路線再編成で、沿線上にある駒沢営業所へ移管された。駒沢営業所廃止後は鶴巻営業所へ移管されている。その後、2000年3月1日付で、東急トランセ管理委託となり、現在に至る。 1975年12月24日に開業した東急高知の第1号路線。奇襲店の駒沢は駒沢営業所に相当し、当11などの駒沢停留所とは異なる。開業当初から駒沢営業所所管で営業所廃止時に東11とともに鶴巻営業所へ移管された。その後、 1999年9月1日付で、世帯営業所へ再度移管となり、翌2000年10月2日からは、デマンド運行を廃止して、一般路線化された。さらに2001年5月16日付で、東急トランセへの管理委託となった。1947年、都営と東急の共同運行による、 東京駅直通路線の第一弾として設定された三路線のうちの一つ。1964年の開所時に、世帯業所から移管されてきた。1969年、路面電車の玉川線が廃止されると、渋谷、真中間は、玉電代替の意味合いを持つようになる。1972年、都営の系統番号を見直しに合わせ、 渋谷を経由していた本系統は渋谷区港区方面の路線を表す80番台の系統番号を与えられることになり東82と改められた東京都交通局第3次再建計画に伴う追加の路線再編成を兼ねて1984年2月16日付で渋谷駅を境に分断され都営バスは 東京駅八重口渋谷駅間の東82、系統東急バスは渋谷駅と泥機間の渋82系統となり、同時に大橋営業所へ移管された。大橋では道路線を引き受けるにあたり、やはり都営業館を由来とした共同線を廃止している。その後、2002年9月の大橋廃止で38年ぶりに、世田営業所へ復帰、同時に、 東急トランセ管理委託となり、現在に至る。都営の東82系統は1990年3月の路線統合により支部88系統となり、その後は東京駅丸の内南口発着への変更や新橋駅までの短縮、鳩バス委託化による新宿支所への移管を経て、現在に至る。 1967年12月10日の都電第一次撤去と同時にその3ヶ月前に開通したばかりの首都高速道路3号渋谷線を使った都心と郊外を結ぶ新しい通勤手段として都営バス主導で企画され運転を開始した平日の朝の下りと夕方の上りを一般道路経由とした高139系統逆に平日の朝上りと 夕方下りを高速道路経由とした、オツ139系統が設定された。東急からは、駒沢のほか鶴巻と、瀬田も共同運行に参加した。東急バスにおいて、一路線を同時に三つの営業所が、共感したのは、後にも先にもこの路線だけである。玉川通りの渋滞で、定時制が確保できなかったことに加え、1977年に、 東急新玉川線が開業したのをきっかけに、乗客が鉄道へと流れ、交通局第二次再建計画に伴う、追加の路線再編成により1979年11月22日、限りで廃止された。全線の大半を占める高円寺立橋、まご銀座間で間7通りを走行する、都営バスとの共同運行路線。 1964年の駒沢開所時に、大森総社所駒沢公園館で運行を開始し、1967年6月、都営バス5系統と接続して、新宿駅西口、大森総社所という長大路線になった。交通局の二度の大規模路線再編成を乗り切った、ものの、第三次再建計画に伴う、 追加の再編成として1984年2月16日付で、新大田駅を境に分断。都営バスは、新宿駅西口野沢銀座間の宿91、東急バスは新大田駅、大森総社所間の森91となり、同時に大橋営業所へ移管された。その後、1999年に新設されたばかりの、下馬営業所へ再移管。 東急トランセ管理委託となる。さらに2014年6月1日には鶴巻、営業所に移管された。都営の宿91系統は19933月31日に、野沢折り返し所廃止に伴い、駒沢立教まで延長され、2003年4月1日付では、とバスへの委託となった。年々信頼待機を境に、 本数は激減し、2013年3月31日限りで、東急と競合する新大田駅駒沢あり、教館を短縮。五宿73系統時代と、同じ新宿駅西口から新大田駅前間の運行となる。1947年、都営と東急の共同運行による、東京駅直通路線の第一段として設定された3路線の、うちの一つ。 都営バスに合わせて101系統を名乗った。当初は、不動前営業所が担当したが、1959年の鶴巻会所時に移管、そして1964年の東営業所会所に合わせて駒沢に移管されてきた。1971年9月1日付で、恵比寿駅を境に分断。恵比寿駅桜新町間が、 東急担当の恵み33、恵比寿駅東京駅間が、都営担当の7系統となり、都営7系統は1972年の新系統番号付与で、東80へと衣替えした。東80は、交通局、第二次再建計画に伴う路線再編成により、1977年12月15日、限りで廃止となり、残った。 めぐみ33も1981年6月23日の中延営業所閉鎖に伴う路線再編の際、世帯営業所の恵比寿線との路線重複を理由に廃止された。関7線の変形といえる系統で、蒲田駅池上駅間は池上営業所の蒲田線と同じ。また、池上駅夫婦坂間は中延営業所の上池上。 循環線と同じルートをたどった。1984年2月16日の路線再編成で廃止となった。一般路線車は最初期に三菱不走からの納車が若干数あったが、後に当時の東急バスで最大勢力を誇っていた日産ディーゼル工業指定へと変わり、最末期の1983年まで 4RU シリーズが代々納車された。 廃止後は、大橋と鶴巻を中心に、高津や新羽根、青葉台などの営業所に移籍した。1975年12月営業開始の東急、高知自由が丘線専用車両は、三菱不装 B623 バイトが選ばれた。また東急高知のデマンドシステムも、三菱グループと共同開発している。この際に、駒沢営業所へ納車された高知車のうち、 1> 第1号車である K6301 が東急田園都市線宮崎大駅にある電車とバスの博物館に保存されている。同博物館ではシミュレータとして活用されているが路線は高知自由が丘線ではなく高知詐欺沼線となっている。1978年運輸省は新宿駅西口発着の路線を対象にした。 バスロケーションシステムの実証試験を開始した。当時、環7線は新宿駅西口発着だったため、東急バスも新宿バスロケシステムへの対応を迫られ、駒沢営業所の一般路線車全車に新宿バスロケ用のアンテナが取り付けられた。1984年2月の環7線分断で新宿駅西口への乗り入れがなくなり、アンテナは不要となったが、 多くの車両でアンテナは撤去されなかったため、駒沢からの転属車であることが見てわかった。ありがとうございます。